こんにちは、星座チャンネルレンとカズカズとカズです。今ね、6文字埋まったから続きわかる？知らないか？わかんない。へまでわかったね。次は、とちりですね。とちり、オッケー。トワットケイ。違う、日本語じゃない、ミャンマー語です。面白いです。使われそうだな。うん、なんか分かってきたでしょ。僕がどこの部分使うか分かってきたでしょ。トワね、トレ、低い。何が低い？背が低いとか。誰に言ってんの今。え？でもトレはね、ミャンマー語ではアヤトレはないね。セトレだけある。セトレ、セトラビ、セトレとか。トレ？ミャンマー語よく言う。短いという意味ですか？ですね。あ、短いのトレね。はい、トレ。気が短いってことか。気が短い。誰に言ってんの？違う、恋人の時とか言うの。セクトラミノとか可愛く言うもあるね。セクトラミノとか。なるほど、使えるね。で、よく使ったの、はるかは。私よく使う。誰に？彼氏に、前は。はい、じゃあとはね、とうでだね。はい、とうで。使えるね。セクトラミノ。セクトラミノ。じゃあ次、ち。ちっと？チットあらどういう意味？チットは愛かな。恋人を、恋人、恋人だね。はい、恋人。チットね、チットとか、チッテとか、ね、チットとか、自分の彼氏とか彼女にもチットとか呼ぶね。えー、はい、人前で言うの？チット、うん、言うよ。あ、そうなんだ。恥ずかしくない？言う。あの、時々紹介するときも使うんだよね。あ、そうなんだ。友達の、はい、あ、それは私のチットですとか。あー、紹介するんだね。はい、うん、今日、社長悲しいですよ、ちょっと。なんでなんで、別に何も言ってないよ、まだ。ちょっと、羨ましいでしょ。ね、何が？社長も言いたいですけど、言えないでしょ。何を？そういうふうに、私のチットとか。お前、給料もらったからって。はい、リ、最後リリバ。ハナ、ハナ、ハナの名前は、ハナの名前、はい、はい、あれは英語からじゃないですか。みんなもリリハナと言うんですか。リリーか。リリー、はい、リリー、はい。ミャンマー語もリリー。はい、ミャンマー語もリリー。私の、あの、家の名前もリリーです、ちなみに。家の名前って何？あの、家族が子供の時からずっと私に呼ぶニックネームはリリー。あー、家で呼ぶ名前。はい、今までおじいちゃんとか、あの、あと私のおばあさんとかは私のことリリーという。綺麗な花の名前じゃん。私、インド人、なんかハーフなクワーターじゃないですか。このインド人の名前にリーが入ってる。 あ、そうなんだ。あれをつけてリリーというです。へー、そういうことね。私の名前はサーリー、マーから。あ、さ、リ、まあ、なのでこのリをつけてリリーという呼ばれてんだ。いいね、名前はいっぱいね。いっぱいいっぱいだよ。はるか、ね、はるかはないの？私は子供の時、家族からみんなミミレと呼ぶね。ミミレ、それはミャンマー人によく言うね。そうですね。かわいい時、かわいいとか、子供の時かわいい子いいから、彼女、女性に言う、呼ぶのみたいね。男じゃなくてミミレとかは。ミミレ、レって小さいでしょ。でも、レイは可愛らしいなっぽいみたいな時ですか。今、先生にもウェイだけじゃなくて、最後にウェイレイとか呼ぶでしょ。はい、そうです。だから、アキレイっていうの、アキさんは。アキレイ、可愛い。アキレイは多分、ママの親は呼ぶ時はいいね。親か、時恋人か。友達はあまり呼ばないかな。あのね、レイって、あの、自分の下に使うんですよね。 あまりなんか上の人に、あの、レイというのは自分より、あの、可愛らしいとか、自分の、あの、下だから、なんかニマレイとか書いた、なんか
聞いたことありますでしょ、ニマレイとか。なるほどね。レイとか。そう、ニレイとか。そのレイってあのちっちゃいし、自分の下みたいで。なんかさ、はい、さん呼ぶときミマレってみんな使うじゃん。はい。それは、じゃああんま良くないっていうか。それはいいですよ。それはいいんだ。はい。でも、ちょっと見た目で自分より若いと思うときはニマレイで、ちょっと上と思うときはアマーとか、そうです、呼ぶのはいい。ちょっとおばあさんみたいなやつにニマレイと呼ぶと怒るね。それ怒るわ、ママ。アマーって言っとけば問題ない？でも、若い子にアマーと呼ぶと、アマー呼ぶなよ、それは。何、私の顔は年上と思ったのかと思っちゃうから。だからか、なんか、はい、あの、アマーって最初に覚えたのね、私、一番最初、ミマレよりも先に。はい。はい、だから、アマーって言って返事してもらえないことがあったのよ。そう。え、今こっちは悪気ないじゃん。覚えたミャンマー語使いたいだけじゃない。そうですね、うん、でも店員さんからしたらさ、はあ、何この人って思ってたのよね、きっとね。はい、うん、難しいよ、その難しい、うん、私何歳でしょうに頑張って答えてる感じじゃん。これ日本人じゃなくて私たちも時々問題あるね。自分より年上見えるですけど、あまり呼ぶと怒ってるもあるし、だから若いから私はね、ニマレ呼ぶとね、あまり好きじゃないみたいな目で見る。の意味わかんない、時々。だからその相手の人に気持ちはね、年上になりたいが、下になりたいが、それはわかんないからね。難しいね。ちょっと難しい、私たちも呼ぶとき。難しい。日本語で呼びかけよう。名前を聞いて名前を呼ぼう。でも名前はもうダメよ。日本人は名前で線使うといいでしょ。ニャマにもね、名前だけダメよ、悪いよ。だからニャマレブドゥとかアマブドゥとか呼ばないと。うわぁ。抜け道がない。ありがとう、はい。いい話でした。いっぱいあったね。今日はね、と、と、ち、と、りでした。ではミャンマーニュースいきましょう。はい、はい。ミャンマーのね、今いろんな町へ旅行行けるようになりますね、これから。本当に？はい、あの、今発表送ります。あの、旅行のお金が入らないとか、あとは経済があのずっと止まってますので、今月の月末ぐらいからかな、なんかあの、少しずつ動きますので、あのなんか旅行会社とか旅行の場所とかホテルとか、あとはあの飛行機とか車とか船とか、あれを準備しておいてくださいというあの発表出ました。はい、準備しとこうか。そしたら準備しましょう。で、昨日旅行会社一人は、私たちは今からあのね、チケット売りますよって。でもみんな行くでしょ、みんな行きたいから、うん、すぐ行けるとすぐ行くから大丈夫だの？危ないくないの？みんな行っちゃう。お金持ちたち？いやー、怖いな、でもな。うん、少し怖い。いやー、そうだね。まだまだほら、危ない病気だから、旅行してもいいよってなっても、少し我慢した方がいいですよね。そうだね。みんなで一気に行っちゃうと危ないからね。そうですよね。私ももともとあの、みんなが旅行行くときってあんまり行きたくないから。例えばあの土日とか私行きたくない、なんか行きたくない、なので平日みんなが あんまりいない時にゆっくりできる方が好き。それは何、平日に休みをくださいってこと？はい、お願いします。頑張るね。SP ベーカリー、SP ベーカリー、うん、有名でしょ、 SP ベーカリー。有名有名、知ってる人だよ。はい、それヤンゴじゃないよ、社長。うん、知ってる知ってる。モゴの、あ、知ってる？モゴクのでしょ。はい、モゴク。オーナーさんはモゴクで住んでますね。うん、今日あの知らないグループからあの連れて行ったって、あのだから銃とか剣とかで。え、うん、さて、そのグループの名前今出てきた、 TNL、 ミューダルミャオ言ってもらおう。あ、TNLA か。うん、TNL から、うん、でもそれをグループはね、この人の前にもう一人ドキミテという、それもね、デイチャワンがあってね、バラバラカペアホンセーゲーディレイ、エマポマジーラディレイ、あれ、お金欲しいから。
例えばこのなんか有名なお金持ちとか連れて行ってて、これはグループ、あの政府とあの敵というか、自分のあの自立が欲しいとか、自分のあの町のあのか、権利とか欲しいとか、そういうグループね。あとケミエテという女の人にも一回なんか連れて行っちゃったし、その場合はあの650万円かな、日本円で大体であのもらったって。今この今のあの SP オーナーさんの場合にはまだわからない、どのぐらいあのお金とかまだわからない、今日の朝だから。だから今向こうのお金持ちの人たちは怖い。 TNLA って別にそんなに悪い人たちじゃないでしょうね。ここね、もともと日本語だとね、ターン民族解放軍って言うんだけど、麻薬がいっぱいあってさ、それの仕事をしてる人たちを壊すのがこの人たちの仕事ね。麻薬のさ、花とかがいっぱいあったらそれを焼くのよ、この人たちそう、ミャンマー政府に協力してたことも昔あって、ターンの人たちのインディペンデンスをあの作りたいって言ってる人たちね。だから他のところでやってる麻薬の栽培は嫌なのよ。ちなみにカズさんはすごく詳しいですよね。え、何のこと？あのグループですか？青のグループですか？いや、違う違う、そう、違う、違う、グループの人ですか？違うよ、関係ないよ、別にそんなことがあってはい、ということで、そういう軍がいるんですよ、はい、で、その人たちが誘拐しちゃったんだね。お金持ちを粘ってるみたいですねって。じゃあ、僕らは大丈夫かな。これはリンが送ってくれたやつ、ミャンマーレスキューメン。はい、あれはね、最近すごくヤンゴンにこのエビがすっごく多くなりましたとか。エビ？エビ、エビ、ヘビ。ヘビね。ヘビ、エビ食べちゃうわ。ヘビ、ヘビ。だから私のちょっと何言ってるかと、あのはい、ヘビです。ヘビね。はい。ヘビ。これ家の中にいるの？あれはあの新米、八米。あ、ヤンゴン。近くの。ヤンゴンですよ。ヤンゴン、ヤンゴンに最近すごくそういう大きいあの危ないヘビがすごく多く出ましたよって、はい、みんな気をつけてねという毎日報道を私見てます。わあ、すごく単年とか天眼鏡とか今の八枚とか。へえ、なんで？だからよ、不思議で今みんながあの原因を探してますとか。あ、そうなんだ。あれはあの別にあの大きい地震とかあるじゃないですかというあのみんなの噂ね。あとあの先月はあのニュース見ましたか、あれあの動物、ヤンゴン動物園からあのヘビ、大きいヘビが出ましたとか。え逃げちゃったの？そう、逃げちゃってて。え今あのミガラタウニョンにいますよとか、私たち今からあの探しますのでみんな気をつけてくださいとか。捕まったのそれ？捕まった、最後は捕まった。よかった。よかった。社長の家にあったってどうする？食べるよ、そしたら。え？社長は食べるの？ビールの肉はね、全然美味しくないけどね。ビールのつまみにいいんだ、これが。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなって思ったら、チャンネル登録をお願いします。それでは、リンと、ハルカと、アキと、カズでした。また。ヘビがエッチするとき、うん、はい、何言ったの？わぁ、すいません。どうやってするのかな。そう、写真とかあるわ、社長。写真とか、ああいうふうにときね、ミャンマー人で不思議なのは、例えばお金とかを、水なの、コップの中で水入れて、この水の中に、
金とかお金とか入れてこの蛇にあのかける水をかけるシャワーシャワー不思議そう不思議なんかすごくお金になるとか言われるんだねはいあの写真とか売るの人いるねその写真を持ってるとラッキーラッキーになるじゃあ僕もスマあの携帯の画面それにしようかな面白いな写真